はいどうもルリタマです。だけど今回はディアッコエルスマンバスターガンダムということで、変更点赤ロックが延長されました。あと粘着榴弾、サブの粘着榴弾だね。これが爆風ヒット時のスタンの時間短縮、あそうなんだ、 1.5 秒から 1.1 秒に、あこう見ると結構短くなったんだね。特殊格闘から全てのサブへのキャンセルが可能に、でレバー横入れ特殊射撃、これが4発水平にミサイルを撃つようになったんだけど、これちょっと使いにくかった。で変形中サブ射撃がのけぞりよろけになったらしい。まあまあ前までキョロケとかだったのかな、まあといった感じでしょうか。まあまあバスターね、まあ悪くないよね。なんかグールがやっぱ優秀だよねこのね。あこれダイバーシュート避けれるんだよねこれねダイバーシュートだっけ、あれ武装名わかんないけど、あれ避けれるんだよな。変形が案外優秀だったりしますわね。変形のミサイルやっぱ強いねこれね。なんかバスターってどうしても変形がないと足を止める武装しかなかったから、こうやって変形で足を止めずに牽制できるのめちゃくちゃいいなーって思った。だからこっちのミサイルの方が撃つの好きだったりする。これねこれとかもね、変形メインも足止めるっちゃ足止めるんだけど、よく滑るからね、一発止めした相手の方向き直るとかもできるから、これ結構いいよね。あこれねミサイルちょっと強いんだよ。まあ、変形しすぎるとね密着しちゃうとどうしても自衛ができなかったりするから、だからそこら辺は要所要所で使いましょうといった感じで。グールねこれねいいよね。なんかいろんなキャラについたよねグールって。クロブからバスターと誰についたんだ、ブリッツかな、バスターとブリッツについた感じ。これディアッカーについたのはいいよね。変形しながらちょこちょこ動いてって、そうこれがいいんだよな。変形しながらな、その要所要所で弾打てるから、なんか変形してないと、変形しない時の弾は強いんだけど、そのミスった時とかなんか追撃、あ早めに撃っちゃった、追撃できんかった、着地取れんかったって時が、変形してるとね足止めずに撃てるから、そこら辺がいいんだよ。使いやすいマジでこの変形は。逃げにも優秀だし弾巻くのも強いと。変形しながら動いてって、超高インパルス超射程ビームライフル当てて、え違う、超高インパルス超射程狙撃ライフルだマジでこの武装名好きなんでこいつだけさ、ケロベロスとかそういうのじゃないんだろうね。あのデステニー君と一緒だよな、長距離射程砲君みたいなでこいつにはインパルスって名前がついてるからね。ミサイル撃ってって、そうこれがいいんだよ。サブ特射下特射までの流れが好き。ガード仕込んでいい感じですね、ガード仕込んでいい感じですね。特格特格で上がっけど、一発当たって死角溜まったんで、はーいって思ったら相方からラストシューティングでとどめさせると。この試合が露骨にめちゃくちゃ変形使ってたね。てか変形使わないとあのスカイのね、あの特格射撃がマジで無理すぎてマジで無理すぎて、スカイ戦は結構変形使ってた、対応してたって感じ。それ以外は格闘CSとか結構使ってたな。足止めたくない相手は変形めちゃくちゃ使ってたね。この試合がめちゃくちゃ変形使ってた。次から結構格闘 CS を使ってたかな。というわけで2戦目、相方がブルーフレーム、相手がフルクロスとピルライダー。あ、もう格闘 CS 溜めてるね。さあ、これ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 、パラパラチャーハン。これ強いね。これさ、左右打ち分けできるんだよね、これね。ちょっとだけね。なんか近距離だと結構左右打ち分けが効くらしいけど、遠距離だとそんなそんならしいね。格闘 CS からキャンセルがないからね。これ、あがきで仕込んじゃってるけど、あがきでは仕込まない方が良さそう。サブの三段とかに切り替えて、サブの三段から特格特格とかやる方が良さそうだねって感じは知ったかな。特格特格、弾強いね。格闘 CS の弾ね、強いんだよね。で、これ見た目によらず実弾なんすわ。これわかんないよね。これ見た目によらず格闘 CS と三段は実弾なんだよね。こいつはオレンジ色の弾は全部実弾なのかな。密着で撃ったけどダメでした。今のは打ち分けできたらよかったね。右側に撃ったら当たってたくさいけど。あー、ディアッカ強い。ディアッカのミサイルと突撃ね、知らんところで当たるんだよね。でもディアッカの突撃、再誘導はしないらしい。再誘導はしないらしいね。でも突撃結構ね、知らんところで当たるんだよね。あ、そう、キョロケ。メインから AP 弾取ってって、特射撃ちながら、フルクロが来てるけど、どうすか、ディアッカ出して。相手なんかディレンステップしちゃってたっぽいんで、オバヒに、インパルス砲撃ってって、N サブ N サブ取れそう、超高射程インパルス砲と腕打ってって超高インパルス超射程ビームライフル、違う、またビームライフルって言った、狙撃ライフルね。名前だけ覚えて書いてください。超高インパルス超射程狙撃ライフル。グールで寄ってて格闘 CS から当たりそうだったけどダメでした。上昇してったら当たってたくさいんだけどね。格闘 CS 当たってく、強いね格闘 CS ね。なんか攻める時とか格闘 CS 打ちたいなって感じした。
粘着榴弾撃ってるけど、まあ当たらなかった。もう、まあ、相手が前ぶせたら当たってたでしょ。あ、これね、相方めちゃくちゃすげえ噛み合い方しててとどめさせたんだよ。なんか特殊当たったのかな、ペルライダーの特殊当たってて、横得連打してたらスパーマでなんか隠す技抜けて、そのままぶっ飛ばしちゃってた。ここから相方スパーマに呪われてたんだよな。なんか最初フルクロスボコボコにしてた時、なんか横得ぶっ放したら当たってたって。ブルーフレーム、楽しそうだな。俺あんなに横得打てなかったもん。だけで3戦目、相方変わらず、相手がフォンファルシアとスタービル、スタービルがやってるんでシエサ当てて、いや射撃シエサあんまり曲がんなくなったね。巻き音結構曲がるんだけど、こっちはあんまりなんか曲がんないイメージ。こんな密着距離で撃つんじゃねえシエサ。特角撃ってて格闘シエサ当てたいっすね。ダメでした。スタビルが強化入ってる時はちょっとゆっくりやりたいね。格闘シエス当たらない。メインも一発当たら当てれたけどな。格闘シエス、ダメ。ラインファンネルで咎められて、ブーカク当てられて、出し切られて、かっこいい。やっぱフォンファルのブーカクかっこいいね。格闘シエス、起き上がり格闘シエスめっちゃ打つな。てか、この格闘シエス好きなんだよな。ダメージ取りたい時とかってね、AP 弾打ちたいんだけどね、センスがねえからね、格闘シエス打った方が好きなんだよな。格闘シエスね、なんか、結構当たっててさ、結構好きなんだよね。この試合では2、3試合目、2、3、4って、ね、マジ変形使わなくなっちゃった。格闘シエスに取り憑かれた。変形は要所で使っていきましょう。足止めて、弾打ちたくない時変形使ってる感じか、今は。1試合目はめちゃくちゃ変形使ってたのにな、もったいないな。メイン、サブ、特殊、まあ、当たらないと。変形特殊、バスターじゃねえ。あいつ当たりそうだったけどダメでした。変形メインから覚醒して、そう、これね、ね、これグールのさ、特角のさ、誘導切りあるかと思ったらないのね、これね。誘導切りあるかなと思って、グール降りてそのまま落下で大丈夫かなと思ったけど、オーニクスブレードだかなんだかダメでした。フォンファルシア、着地見えたんで引っ掛けていい感じですね。ダメージ高いんだよね。リターン高いんだよね、これね。チャチャからあがくけど、いいね。ローエングリーンランチャー当たってって。相手流れ落ち取れたんで、フォンファルシーカク吐きました。相手も、なんだっけあいつ。スタビルも V カク入ってって、ガード噛み合いまして。相方隠せ、スタビルに攻めてって、取れました。だから取れたけど、俺が邪魔しちゃったけど、なんかみんな、ぶっ飛ばしちゃえ。なんかみんな殺しちゃえ。あ、フォンファルにカットされてたって思うとね、隠す技当ててたんでね。まあまあ良かったんじゃないでしょうかね。格闘シエス打ちすぎだな。格闘シエス楽しすぎるんだよね。だけどラスト相方変わらずブルーフレーム、相手がギナツーとフリーダム。バスターね、変形もっと使った方がいいね。1試合目みたいなやつが綺麗だったかなと思うけど。密着で使うのは違うけど、って感じはするけど。まあでもね、通常時の弾も打ちたいんだよ。なんかね、難しいんだよな。どこで巻くのが正解なんじゃろって感じする。こういうミサイルの当たり方するからいいよね。強いよね。サブのグールだったり、ああ、ディアッカ当たってる。サブのグールミサイルも強いしね。弾幕量すごいんだよな、これな。なんか、グールミサイル、特殊ミサイル、そのディアッカって出すと、ミサイルめちゃくちゃ撃つ。10発12発、乱射突撃みたいな。あれいいよな。弾幕量はすごい。誘導もね、どれも弱くないからね。いい感じはするからね。特角を弾幕に巻いてるな、こいつ。そういう使い方じゃねえぞ。あー、シエスなんてとこで言ってんだ、お前。フリーダムと見合い、格闘シエスは当たらず、特角まで開いちゃって、あれもミーティア乗ってるモーションなんで、一回ガード仕込んで、メインでオーバーヒーになっちゃったけど、着地は間に合いそう。フリーダム取りたいけど、どうすっか？密着から覚醒技打つけど、当たりませんでした。ありゃー。格闘シエス、ボン、当たらない。ちょっと曲げちゃったから当たらなかったのか？そう、ちょっと曲げちゃうとね、正面のやつ当たらなかったりするんだよね。やつ、ガードの硬直噛み合って格闘シエス。格闘シエスめっちゃ打つね。メインから特殊当たってく。いいね。特殊も弾強いんだよね。見られてない時は積極的に打ちたい。相方の邪魔しちゃったけど、まあ、C 角抜けされてたんでよかったでしょう。フリーダムが上登ってって、ローエングリーンランチャーが強いんですね。これ、私の秘蔵を見せてあげますよとか言ってたら相方。というわけで、バスターでした。一社英名みたいな偏見の使い方したいね。でね、もっとね、上手くなるとね、格闘カチャカチャやって、
そのグールで動かして、そうグールのミサイルで動かして AP 弾で取るっていうのが俺の頭の中のバスターだったんだけど、全然できない全然できない、あんな全然できない格闘 CS ボットになっちゃった。格闘 CS でね、リターン取った方がなんかね、ミサイル撃ってて見られてると何もねえなーと思っちゃって、格闘 CS 後半を巻くようになっちゃったんだけど、なんかそこもね、切り替え、武装がいっぱいあるからこそ、要所要所で使い分けるのが大事なんだけど、そこが難しいよなー。格闘 CS に取り憑かれてたもんなー、234って。1試合目は結構なんかサブとか切り替えて撃ってた感じするけど、234は完全に格闘 CS ボットだもんな。なんかあれ引っかかった時は気持ちいいんだよな引っかかった時は気持ちよすぎて打ちまくっちゃうんだよな。なんかね、そうなっちゃいけないような気がする。ちゃんとなんか一発打ったらちゃんと別の武装で戦いましょう。格闘 CS 溜めた、打った後また格闘 CS 溜めてるもんね。すぐやりたいんだよあれ。なんかダメだよね、なんか取り憑かれるね俺は一個の武装に。ちゃんと武装は使い分けましょう。というわけで、よかったらチャンネル登録と高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。